ドラム講師の坂本です。今日はドラムの叩き方、指の使いすぎに注意というお話をしていきたいと思います。ドラムを叩いてて、ま、手首とか腕が、疲れやすい、もしくは痛いという方で、もしくは、好きなドラマーとか憧れのドラマーみたいにこういうダイナミックな動きができなくて、どうしてもなんかこうこじんまりとした動きになっちゃうよっていう方、ひょっとしたらドラムを叩くときに指の動きを使いすぎているかもしれませんというお話です。まず最初にお断りしておきたいのは、さっき手首とか腕が疲れる、痛いみたいなことを言いましたが、その疲れとか痛みが出る原因っていうのは様々なものが考えられます。で、今日の内容がそれにドンピシャで当てはまるかもしれませんが、また別の原因があるかもしれないのでご了承ください。ドラムの叩き方で指を使うっていうのはどういうことかというと、こういうことですね。フィンガリングとかフィンガーコントロールとか言いますけれども、人差し指と親指でスティックをつまんで、こうやって支点とします。そして残りの指で、こうやってスティックを動かすということですね。指の動きだけでスティックが動かせるので、まあ便利なんですよ。小刻みに打ちやすいと。で、今日はその便利なフィンガリングを使いすぎるデメリットっていうのを二つお話ししたいなと思います。まず一つ目が、この動きですね。この動きやりすぎると、筋肉がバランスよく使えないっていうことがあります。この持ち方する方、人差し指と親指でつまんで、で、それからすべての指で包み込むっていう、こういう、よくある持ち方ですね。この持ち方すると、このフィンガリングがとても使いやすいので、使いやすいからこればっかりになってしまって、で、極端な話、この指の動きだけでドラムを叩いてしまうっていうことも多いんですね。こんな感じになります。まあ、この叩き方で困っていなければそれでいいんですけれども、ただまあ、疲れるとか、痛いとか、早く叩けない、大きな音が叩けない、迫力が出ないみたいなね、指の使いすぎのせいでそういった悩みが出てきているっていうことが結構あるので、これどういうことかというと、この動きですね、スティックを指2本でつまんで、で、残りの3本の指で、こうやる動きですね。この動きはですね、見た目小さいんですけれども、しんどいんですね。この指の曲げ伸ばしっていうのがどこの筋肉で行われているかというと、まず、肘のちょっと手首側、この辺ですね、伸縮屈筋とか伸縮屈筋っていう筋肉があるんですが、ここに手を当ててやって指を曲げ伸ばししてやると、この手を当てている部分、筋肉が反応しているのが分かりやすいです。それとか、こっち側ですね、心筋っていう筋肉がいっぱいついておりまして、はい、こんな感じで、指の曲げ伸ばしをしていると、この辺、すごく動いてますよね。これ、いろんな心筋っていう筋肉がここについています。で、あとは手のひらの中にも、中央筋っていう筋肉があるんですが、まあ大体この辺の筋肉で指の曲げ伸ばしが行われていると。で、指の曲げ方ですね、どの関節を曲げるのかによっても、使われる筋肉は違うんですが、大まかに言うと指の曲げ伸ばしっていうのは大体この辺の、この辺の筋肉で行われているのかなと思います。で、ドラムを叩くときに、指ばっかり使っていると、この辺の筋肉だけをいじめて、こき使っているというような状態になります。で、その割に腕とか、
肩とか背中みたいな、大きくて疲れにくい筋肉ってせっかくあるんですけれども、まあ全然使ってないわけですよね。で、これまあ、もったいないんじゃないかなと思うんです。普通に考えて、いろんな筋肉あるので、バランスよくちょっとずつ使ったらええやんかって思うじゃないですか。そういった筋肉を肩とか背中にかけてもバランスよく、使って叩いてみるとこんな感じです。見た目のポイントとしては、この脇が開いたり閉じたりするっていう、こういう動きですね。こういう動きやっていると、肩周りとか、あ、使ってるなーってこう実感しやすいです。で、肘とか手首が妙に、固まってなくてぐにゃぐにゃできてたら、まあドラムの先生から見ると、まあバランスのいい動きができているかなという印象を受けます。まあこれちょっと乱暴な説明かもしれませんが、でもそんなに間違ってないと思うんです。で、さっきの指の動きだけで叩くとこんな感じ。脇が閉じっぱなしですよね。肘が上がることもないと。で、全体にバランスよく使ってみると、皆さんも好きなドラマーとか憧れのドラマーの脇を観察してみてほしいんですが、おそらくこう脇閉じっぱなしで叩いてる方っていらっしゃらないんじゃないかなと思うんです。例外の方もいらっしゃるかもしれませんが、こうあえてやってる方もいらっしゃるかもしれませんが、活躍してるようなドラマーの中ではこう脇が閉じっぱなしで叩いてるって方はあんまりいらっしゃらないんじゃないかなと思います。で、これは肩周りとか鎖骨周りとか背中、こういう体幹ですね。手先じゃなくて体幹から動かせていると、こういう脇の動きも出てくると。で、こちらの体幹側がメインになって、手先の指の動きっていうのはまあ補助的になってくるということですね。場合によっては、指メインで叩く場面もあるかもしれませんが、いつでも指メインで叩いていると、ここの筋肉だけをいじめることになるので、早く叩いたり、長時間叩いたり、大きな音で叩いたりっていうことが難しくなるかもしれません。指を使いすぎることのデメリット二つ目が、手首をロックしがちっていうことですね。このテクニック、使いすぎると演奏中にこういう瞬間がよく出てくると思います。2本とか3本の指でスティックを持ってるような状態ですね。で、5本指で持つんだったらそんなに力っていらないんですが、まあ2本指、3本指でスティックを落とすまいとするので、まあ指に力は入りやすいと。で、こういうね、手首ブラブラっていう動きは皆さんできると思うんですけれども、これね、指に3本ギュッとつまんで力入れてもらうと、途端にブラブラできなくなるんですね。さっきはこう、ブラブラできました。手首がこういう状態もあれば、こういう状態もある。ところがギュッと力を入れると、ブラブラできなくなります。まるでこう、一本の棒がこう、触れてるような感じで。これまあ指に力が入ると手首が固まるっていうことなんですが、ちょっと付け加えておくと、こういう見た目をしていても、力が抜けていればブラブラすることはできます。で、演奏中にこういう2本3本の指でスティック持ってる状態良くなると。そしたら力が入りやすくなって手首が硬くなってきますね。で、手首硬くなってるんやけども、ドラムは叩かないかんというので、その固めた手首を無理やり動かそうとすると。そしたら、まあ動いてくれないかもしれないですけど、まあやけに疲れたりとか、痛みが出てきてもおかしくはないですね。この固まってるのに無理に動かそうとするっていうことは、これ皆さんが運転する自動車、車でいうところの、
ブレーキ踏んでるのにアクセル踏んでるみたいな、結構無茶なことで、自動車でそういうことをやると壊れてしまいますよね。で、手でもそういうことをやってると、まあ疲れたり、痛みが出たり、そう、支障が出やすいっていうことですね。ここからは指の動きをあんまり使わない対策っていうのを考えてみたいと思います。このフィンガリングっていうテクニックですね。演奏中に使ったらあかんということはないんです。役に立つので使っていいんですが、使いすぎてしまう人は一旦指の動き封印してあげるとちょうどいいかもしれません。こんな感じで小指と薬指でスティックを持ってみると。小指、薬指が伸びないように、伸びてしまうとスティックを落としてしまうので、こういう状態でスティックを持ってみると。こういう状態で何か練習をしてみると。まあ、叩きにくいので、多少音は下手くそになってしまうんですが、この目的は、ついつい伸ばしてしまう小指、薬指を、曲げておく、指を封印しておくっていう練習なので、音は二の次で、この持ち方を練習の 5%、10% とか、混ぜてみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。で、次に、その指を使いすぎる傾向がある方は、肩の周りとか背中といったところですね、このあたりを使わないのが当たり前になっちゃってるっていうことが多いんじゃないかと思うんですね。なので、この辺をたくさん使っていく練習をしたいと思うんです。例えば、最初、力を抜いて肩とか腕をダランと、落とした状態ですね。で、どちらの手でもいいですが、今左手にしましょうかね。こういう形で上げます。小指が上を向くように。そして手のひらが側方を向くように。こういう形であります。この形にしようと思うと、最初こうだったんですが、この二の腕をねじってあげないと、この形にならないと思います。で、もしね、この体勢、どっか痛い方は、あまり無理せずに、もうちょっとマイルドに、この辺とかにしてもいいのかなと思います。いける方はもうここまで行っちゃってください。で、こういう状態になると、背中から肩で二の腕の外側にかけてこういうラインで、なんかストレッチ感というか、こう伸びてる感じがあると思います。今この辺伸びてて、元に戻すと、ふっとこの辺が休まって縮む。もう一回言ってみますね。力抜いて、肩も腕もブラーンと落としてます。で、二の腕をねじって、小指が上になるように上げてみると。手のひらは側方を向きます。この辺伸びてるなぁと感じられたらいいですね。で、力を抜いてふっと元に戻す。で、これもちろん反対の腕でもやってほしいですし、両方一緒にやってもいいし、交互にやってもいいし、こういう運動をやってみると。で、スティックを持ってみて、で、やっぱりこの指の動きは封印しときましょうかね。このまま、だらーっと落とします。で、ちょっとゆっくりいきますが、こういう形で上げます。スティックのお尻が上を向いてますね。そして、まあ、グー握ってますけれども、手のひらが側を向いてます。で、ここから力を抜いて、スネアに落とす。反対も。はい、こんな感じの、2つのアプローチですね。小指でスティックを持って、指の動きを封印してしまう、こういう練習を一旦やってみるのもいいんじゃないかなっていうことと、で、こういう動きで、肩周り、背中を使って、腕を上げて、そこから落とす。みたいな2つのアプローチで、で、この辺慣れてくると、まあ、この体幹の動きがメインになって、
って、で、指の動きが、まあ、補助的な、役割になってくるんじゃないかなと思います。演奏中はね、なかなかこういう大げさなことは、やりにくいですが、まあ、もうちょっとマイルドにコンパクトにして、ちょうどよく取り入れてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、まとめていくと、この指ばっかりを使ってドラムを叩いてしまうと、この辺の筋肉ばっかりをこき使って、で、この辺の筋肉を全然使ってないという状態にもなりやすいですよと。そして、指ばっかりを使いすぎると、こういう状態、指2、3本でスティックを持ってる状態が増えてきますので、力が入りやすい。そして手首が固まりやすい。その固まった手首を動かそうとするので、痛い、疲れるっていうことが起こりやすいと。そういった指の使いすぎで、まあ何か困ったことが、ある方は、先ほどお話しした対策ですね。ああいった練習方法を試してみられるといいのかなと思います。ただし、こういう手の上げ方をした時に、肩のあたりが痛いという方いらっしゃるかもしれません。そういった方は、この角度をですね、ちょっとマイルドにしてもらって、このあたりでいいと思います。無理のない範囲で、お試しいただけたらと思います。よければ参考にしてみてください。